ジェームズ・ルーズベルト一世はアメリカ合衆国の実業家。ルーズベルト家の一員で息子、フランクリン・ルーズベルトは大統領を務めた。アイザック・ダニエル・ルーズベルトとメアリー・レベッカー・スピングウォールの息子としてニューヨーク州ハイドパークで生まれた。1847年にユニオン大学を卒業した。名家の生まれで、かつ長身、細身、裕福な男であった。 1853年、また、10枚のレベッカ・ブリアン・ハウランドと結婚し、ジェームズ・ルーズベルト・ルーズベルトが生まれた。1876年のレベッカの死から4年後、当園のセオドア・ルーズベルトのハーバード大学卒業を祝うパーティーで、同じく当園のサラデラノと出会った。二人は1880年10月7日に結婚し、1882年フランクリン・ルーズベルトが生まれた。 良き父親であったが、繰り返しの心臓障害により、病人になった。息子フランクリンは父を必死に介護した。主に石炭や輸送事業に関わった。デラウェアハドソン鉄道副社長、サザン鉄道セキュリティ会社の社長を務めた。1900年に死亡し、遺産の大半を妻さらに、残りをフランクリンに残した。ローツ。ありがとうございます。